皆さんこんにちは、天運アーティストのあゆこです。2017年11月の22日、今日はですね、11月22日、まあちょっと、見ていただくと1122で、これもちょっとね、数字的にはゾロ目に近い数字なんですけど、まあ、いい夫婦の日とかっていう風に言われた日もします。そんな日なんですけれども、まあ、その日にプラス、今月2回目の、バイオリズム、まあ、変化する周期の、タイミングが来ています。でこの日からどんなことに、意識していただきたいかというと、まあ、今月変身してくださいね、皆さんちょっとこう変わってくださいねっていうことを言ったんですけれども、今からですね、さらにですよ、こう心豊かにするっていうようなイメージを持っていただきたいんですよ。変身しながら心豊かになっていく、心豊かってなかなか難しいんですけれども、まあ本当に小さな、ときめきですよね、ときめきポイントを増やしていって、小さなことでもこう豊かに感じるような、あ、すごいよかったな、今日もこうやって無事に過ごせたなとか、あ、あの人と出会えてよかったな、あ、ちょっとこれタイミングずれたけどこれはこの時のためにあったんだなとかっていう風に考えられるって、心がやっぱり豊かでないと、つまりゆとりがないとやっぱりそういう風に考えられません。ですからね、まあ難しいなと思われた方はまずちょっとこうゆとりがあることですよね。例えばいつも通勤している、いつも行く場所に、まあ、5分10分早めに出るとか、電車を1本2本早めに乗るとか、これちょっとしたゆとりなんですけれども、時間のゆとりを作るということはもう最終的には心のゆとりにつながって、心のゆとりが出来上がるということはですよ、心の豊かさにこれは絶対につながっていきますので、まあ、そういうことを心がけてこの周期過ごしていただきたいなと思います。さてさて、それでは今日の、天運カラーと天運ナンバーなんですけれども、今日はですね、黄色です。黄色なんですけれども、ちょっと茶色がかった黄色の方ですね、レモンイエローみたいな色じゃなくって、まあ、どちらかというとこう黄土色よりというか、そういうような黄色をちょっとイメージしてください。そして数字は2です。2という数字は、点と点ね、一つのものが2つになって、これが線になる、まあ、物事線にならないと何事も始まりません。ですから、まあ、今日はですね、いつも手に取らないようなものを手に取ってみて、それを体感してみるとか、ちょっとした自分の変化ですね、変化する変身をしていただくと、さらにこの周期豊かに過ごしていけると思います。天運アーティストのあゆこでした。ありがとうございました。